じゃあ、ゲームメイトのケイドラです。本日はやってまいりました、激流中心祭を170で回したいと思います。で、おそらく年末大晦日に激流中心祭1日限定で来ると思うんですけど、ピックアップの確率検証などを兼ねてやっていきたいと思います。で、今回はミロクとダッキーとウリエルと天草四郎がピックアップになっているので、こいつらがまずどれだけ出るのかっていうのと、まあ、あと、星5自体ですね。星5自体がどれだけ出るのかっていう検証を兼ねつつも、さらに、結構僕通常ガチャキャラ持ってないキャラ多いんですよ。まあ、火属性とか特に持ってなくて、まあ、水はね、あと1体とかなんですけど、火属性、光属性、闇属性もちょくちょく持ってないキャラがいるんで、まあ、その辺を狙っていきたいと思います。まあ、実はね、シンデレラとかも持ってなかったんですよ。あと、超破壊とかも。まあ、その辺も狙いつつ、やっていきたいと思います。で、今回、まあ、このオーブの数見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃいっぱいあります。でも、これは、超お得にオーブを購入しました。約200個ぐらいですね。200個ぐらいでガチャにすると40連分ぐらいお得に、獲得しているので、この超お得なオーブの購入方法などは、後ほど説明いたしますので、ぜひガチャ引き終わった後、ご覧ください。もうめちゃめちゃお得なんで、もう年末に向けてね、オーブ購入する方はぜひ活用してください。ということで、早速ガチャ引いていきたいと思います。星玉多分、3回ぐらい引けますね。じゃあ、それで行きましょう。はい。まず一発目、10連。確定なし。まあ、ポンポン引いていきましょうか。まあ、目のパチクリとかはもうちょっと確認せずに、もう確定とか、ストライクショットとか、弾かれるのをちょっと楽しみにします。あと逆回転と2回転か。止まってくれ、頼む。止まって。幸先悪いぞ。おい、マジか。はい。10連目一発、何も出ず。はい、次行きましょう。ショット。もう一回転、もう一回転。あのね、2回回る演出ですね。あれ僕、まだ1回しか見たことないんですよ。おお、ウリエル出た、いきなり。やべえ。はいはいはい、20連でまずは1体ですね。とりあえずウリエル獲得しました。どんどん行きましょう。はい、30連目、行きます。ショット。逆回転？うん。でも、とりあえず僕の中では止まってほしいんですよ。とりあえず止まってほしい。止まって、止まって、止まって。止まってよ。あー、なにこれ。まあ、ウリエル出てる分だけ、まあ、3体分だと加算しましょう。はい。じゃあ次、40連目いきます。もう、星玉がどん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 溜まっていく。ショット。確定ないね。やっぱりね、多分今ガチャ激流回す方は、ダッキーとかミロクが一番欲しいと思うので、そちらを出したいですね。はい、サルトビー、サスケかな。出ましたと。あ、ナイチンゲール。ナイチンゲールも出ましたよ。で、ナイチンって明日じゃなかったかな？ちょっと確認しますね。ナイチンゲールは明日ですね。明日のやつが多分出たんで、まあまあまあ、激流審査ということで、まあ出るのは当たり前なんですけど、はい、50連目いきます。手がないね、ほんまに。お、止まった。よし、しっかり天草も来てます。おっしゃ、アップルですね。ありがとうございます。アップルめっちゃ嬉しい。まあ、超最近ですけどね、ガチャ来てたのは。これは嬉しいぞ。めっちゃ嬉しい。カウンターキラーとかいつもね、ベースの。はい。いや、嬉しいわ。お、レキサンドレズ。お、ビリザキット。めっちゃ出るやん。めちゃめちゃ出るやん。いいね。もう何体星5出たか分かんなくなってきました。次60連目かな。60連目いきます。ショット。いやーでも止まるのはやっぱりめっちゃドキドキします。なんか持ってないキャラがね、来るっていうのが分かるんで。はい。ハンド、ああ、よかったよかった。陽線ですね。で、ロキが出ました。まあ、全員ね、落語で排出されるんで、これはね、紋章力若干上がるためにも役立ちます。はい、来ました、星玉。これはちょっと演出見たいね。名パチクリはしてない。ちょっと。でもね、まだミロクとダッキーが来てないんですよね。天草とウリエル出たけど。アポロちゃん、出ました。
はい。では次70連目いきます。確定が見たいって確定、でも弾かれるのが一番好きなんで、弾かれて。はい。お願いします。止まってほしい。止まってほしい。ほんまに止まってほしい。止まってほしいよ。渋い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 。はい、行きましょう。今70でしたよね。次80連目いきます。お願いします。はい。ポン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 と。まあ、ポンポン行きましょう、ポンポン。頼むよ。あー、てか、ムー。ムーめっちゃ出るんですよね、僕。ムーちゃんね、多分、7体目ぐらい。なんか、普通のガチャでもめっちゃ出てくるんですよ、あいつ。はい。次90連目かな。行きまーす。まあ、でも、星5率まあまあいいっすよね。はい、ショット。はい、ポンポンと。頼む。お願いします。止まって。で、魅力も欲しいよ。魅力も欲しい。か。まあ、魅力、僕今2体持ってるんですけど、そのやっぱ進化と神化全然性能違って使うこと多いので、実は4体ぐらい欲しいと思ってます。はい。モンスター自動ロックちょっとオフになってたんで、オンにしてきました。はい。ということで次100連目いきましょう。はい、ドンと。ついに100連目。魅力、そろそろ来てほしいよ。じゃあ100連目なんで、次はね、次こそ魅力、お願いします。ショット。もう一回転しない。確定なしですね。辛い。お願いします。止まってほしい。プラス魅力来てほしい。魅力、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 お、神ハメハはマジで嬉しい。2体目なんですけど、マジで好きなんで、はい。神かマジで好きなんで。でも、進化もいいですね。白爆発のやつです。ルリと一緒なんですけど。いや、神ハメはめちゃめちゃいいわ。ね、今年のね、僕、普通にぶっ壊れキャラだと思ってるんで、もうこいつをもう、言う、めっちゃ嬉しい。言葉にできてないんですけど。いや、めっちゃめっちゃ嬉しいぞ、これは。ほんまに嬉しいぞ。うん。はい。ということで。まあ、魅力よりも収穫でかかったかな。はい。じゃあ次、110連目行きましょう。はい。ショット？いや、まさか魅力1体も出ないとか、さすがにやめてくださいね。さすがにやめてよ、ほんまに。お願いします。止まって、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 やばい。はい。はい。たまりましたね。ちょっと演出はないかな。パチパチしてない。ストライク？ショット！弾かれて！逆回転！で、もう一回転して。はい。いや、知ってる。ここで魅力。アグダムート X！ はい。まあ、2体目ですね。確か2体目でした。はい。では、次120連目かな。行きましょう。おそらく星玉あと1回は引けますね。GO！ でも、このガチャで、星5が、なんか窓の掃除が来ました。びっくりした。爆死ですね。はい。ちょっとお待ちください。もう行ったかな？はい。いや、まあ、急にね、びっくりしたな。はい、まあ、行きましょうか。はい。行きまーす。ストライクショット。いやー、マジで演出ないね。演出がないよ。ちょっと、盛り上がりに欠けてしまう。止まって、アマクサしろ。あ、ダッキー。よしよし。ダッキー、これでやっとね、出ましたね。ダッキー1体目出ました。はい。アマクサは2体目ですね。ピックアップで言うと、ウリエル1、天草2、ダッキー1かな。はい。次は魅力、行きましょう。魅力、お願いします。って、今の確定来てもよかったでしょ。あんなダッキーも、天草もいるならね。
お願いします、お願いします。そろそうか、止まって止まってほしい。止まってよ止まってよ止まってよ。ムラが激しいわ。ムラが激しい。はい、残り30連かな。行きましょう。はい。そうそうね。僕のテンションも下がってきちゃいますよ。この爆死が続いちゃったら。爆死続いてないか。頼む、お願いします。止まって、止まって、この辺で止まってよ。はい。いけます。残り20連。ストライクショット。お願いよ、お願いします。魅力一体ぐらい出てほしいよ。さすがに出てほしいよ。魅力。あー、ちょっと魅力に見えた。サルトビ、サスケとハンターキング、チヨちゃん。うん。まあまあまあ。星様引けるんで、最後に。じゃあ、ラスト170連目行きましょう。目パチパチしてない。ストライク、ショット。もう一回転。お願いします。魅力様、魅力様。お願いします、魅力様。愛してます。愛してますよ。ジュリエット。知ってる。劇的な展開は、ここからです。はい。はい、マゼランです。はい。ということで、170連回したんですけど、まあね、魅力はゼロでしたというところで、一応チェックしましょうか。星5キャラ。はい。フリルから始まってるんで、合計20体出てますね。結構出ました。170連20体だったら全然いっぱい出てる方かなと思うんですけど、まあ、何よりの当たりは、まあ、カメハメハですかね。今年の超砲台キャラになってるんですけど。いや、でも、カメハメハ2体目は超嬉しいです。あとはね、ね、魅力がね、出て欲しかったけど出なかったんで、ピックアップはウリエル、アマクサ、ダッキー、魅力やったんですけど、まあ、このような結果になりましたというところですね。ウリエル1体、アマクサ2体、ダッキー1体。で、おまけで、まあ、アグナムト X とナイチンが出ましたというところですね。僕の中の新キャラはアップルだけやったんですけどね。まあ、結構最近のキャラも出てるし、いい方なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。もう一回言うんですけど、今回は、ね、170連して、まあ、その分、170連の中の40連分はお得に引いてます。で、オーブ200個分ですね、約200個分をお得に購入して引いているので、そちらのやり方はね、今から話していくので、そちらをぜひご覧になって、皆さんも年末に向けて絶対にご利用ください。はい、ポン。はい、ということで今回ガチャをたくさん回したんですけど、なぜこんだけいっぱい回ったかっていうのを説明していきたいと思います。まずはじめに Amazon コインを使用しました。で、この Amazon コインっていうのは Amazon のアプリストア内のみで使える専用の通貨となっております。この Amazon コインを使うともう本当に非常にお得にアイテムが購入できるということなんで、今回は手順を今から説明していきたいと思います。これまずはじめに Amazon アプリをインストールしないといけなくて、で Amazon アプリの URL は概要欄に貼ってあるので、そちらからお願いします。で、そちらをまずインストールしていただきましたら、この画面に行きます。で、モンストストライク、for Amazon っていう風になってるんですけど、この Amazon のアプリの方からインストールしてください。その前に、ちょっと設定を変えないといけなくて、なんか動画があるんですけど、まあ、この動画見てもらったら分かる通り、まず設定に入っていただきます。で、設定に入ると、ロックドセキュリティっていうところがあるので、そちらを押してください。そうすると、この下の方に提供元不明のアプリというのがあるんですけど、これをちょっと一時的にオンにしてください。
はい。これをしないと、ちょっとインストールができないので、一時的にオンにしていただいて、ようやくここで開始ということになります。で、今、インストールが終わった状態で、ホーム画面に行っていただくと、Amazon アプリストアというのが、ホーム画面に追加されました。で、ここを押していただきます。でここで、お持ちの ID でサインしていただくか、まだお持ちでない方は、アカウントを作っていただいて、ログインをしてください。はい。では、これでサインインしたんですけど、そうすると勝手にインストールが始まります。で、インストールが完了したら、またアプリのホーム画面に行っていただくと、モンストにログインできるという状態になります。では、モンストインストールしたので、この画面に入りました。現状、Amazon アプリストア以外で、モンスターストライクやっている方は、XLOCK ID を使ってデータ移行が可能です。で、今からその流れも見せますね。はい。では、まず同意していただいて、タイトル画面に行きましたら、このニックネーム入力はせずに、下にある XLOCK ID によるプレイデータの引き継ぎを押していただきます。現状を今使っているアプリでバックアップを取ってください。で、バックアップが正常に取れた場合、XLOCK のサイトに行きますので、許可をするを押してください。そうすると、ここで、あなたの ID を入力してくださいっていう風に出るので、XLOCK ID も、モンスト内の ID もすべてあったら、この画面に行きます。あなたの ID とあなたのニックネームが表示されて、ここで、はいを押すと、バックアップが完了となります。で、データダウンロードが始まりますっていうところで、これが終わったらいつも通りモンストがプレイできる画面に入ります。はい。では、インストールがすべて完了したので、こういつも通りのホーム画面になりました。というところで、ここで、ではオーブを購入したいと思います。いつも通りこのショップを押していただいて、オーブ購入を押します。で、まあ、買いたいオーブの数を購入するっていうところに行って、いただくと、この Amazon アプリストア専用の、購入画面に入ります。この上のところですね、Amazon コインで決済をするっていうところを押していただくと、Amazon コインを注文っていうふうに出ます。で、ここをタップしていただくと、はい、こんな画面になるんですけど、ここで Amazon コインの凄さがわかります。3万8000円で5万円分の Amazon コインが購入できて、約1万2000円お得になります。これすごいですね。で、Amazon コインで課金すると、通常のクレジットカード決済よりもお得になります。で最大 24% お得になってるんですけど、まあこれ12月13日現在の情報なので、Amazon コインは日によって不定期で変動します。ということで、まあ実質買うときはちょっと変動してるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。で、これオーブに換算すると、約205個。で、ガチャに換算すると40連お得になるんですよ。これも、ほんと素晴らしい以外、言葉が出ないんですけど。はい。では、ここで注文を確定します。はい。では、無事にコインが買えました。まあ、もう一度言うんですけど、今回3万8000円で5万円分の Amazon コインが購入できて、1万2000円分もお得になりました。まあ、もう一度言うんですけど、ガチャ40連分ですね。がお得になったんで、まあ、これ、もう、使わない手はないんじゃないかなって思うぐらい、非常にお得なので、まあ、年末年始に向けて、オーブを貯める方とか、ぜひご利用ください。はい、いかがでしたでしょうか。この Amazon コインですね。Amazon コインを利用した超お得にガチャが引ける、オーブが購入できるというシステムを紹介しました。まあ結構ね、利用してる方多くて、僕自身去年から知ってたんですけど、なんかやり方がわからないとか、まあちょっとめんどくさいかなっていうのが強かったんで、やってなかったんですけど、まあ今回、まあこういう機会があって、ちょっと試してみたら、別にそんなめんどくさくもないし、まあちょっとね、家で時間ある時はすぐにできますから、まあこれは利用しない手はないなっていうふうに思いました。もう、年末も近いんで、多分おそらく新キャラを狙う方は多分めちゃめちゃいると思うので、そのためにオーブは絶対に必要になりますよね。で、まあこれはオーブ買えば買うほどお得になっていくっていうシステムなんで、めちゃめちゃ節約できるんで、もうぜひ、ぜひぜひご利用ください。僕もね、年末のキャラが引きたいので、年末年始か。年末年始のキャラを引きたいので、オーブを用意すると思うんですけど、Amazon コインを絶対に利用したいなっていうふうに思ってます。はい。
というところで、まあ今回はこんな感じで170連回した結果ですね。持ってないキャラは1体と、あとは仕事自体は20体ってだというところで、まあ終わらせていただきます。 Amazon コインの URL はもう一度言うんですけど、概要欄からお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。あと Twitter もやっているのでフォローをお待ちしております。でも魅力欲しかった。バイバイ。